安倍前総理、こちらがですね、長年にわたって野党のブーメラン発言を研究されております野党ブーメラン研究所の所長文明蘭さんです。よろしくお願いいたします。安倍晋三であります。よろしくお願いします。安倍前総理、今日まずお見せするのがこちらなんですが、これ健康増進法が施行された後も議員会館の自室でタバコを吸いまくっていた野党党首のニコチンを液体化したものとなっております。あら、今年の4月に法律が全面施行されたんですが、にもかかわらず連中はバカスカとこのご時世に吸いまくっていたようですね。あ、そうなんですか。法律を無視して吸いまくってたんですね。本人は認識が甘かったとか抜かしてるようですが、ごめんなさいを一言言う器もないようなんですよね。まあ、体に良くないですからね。吸い続けるとそのうち、まあ、体を壊す癖ができちゃうから、タバコは控えた方がいいと私なんかは思うわけで。続いて安倍前総理、こちらはですね、先日の自民党総裁選挙で菅総理が発言されていました自助、共助、公助についてです。菅総理はまず自分でできることを、できなかったら家族や地域に支えてもらう、それでもダメな場合は国が必ず責任を持って守っていく、そうした国づくりを目指すとおっしゃっておりました。この発言に対して停止事実でおなじみの立憲民主党の枝野代表はですね、政治家が自助と言ってはいけないんだ、責任放棄だと、らく鼻息を荒くして批判しておりました。まあ、ところがですね、これがまた見事なブーメラン芸となっておりまして、2005年の国会で、枝野さん自らがですね、生活保護は本来なければない方が望ましいんだ。まさに自助、共助、公助であって、各個人が自分の責任と努力で生きていければ一番いいんだというですね、思いっきり自助がいいと、自助好きを発言してしまってるんですよね。あ、そうなんですか。なかなか見事なブーメランですね。で、実際に野党議員にブーメランはこのように何回もぶっ刺さってるんですが、彼らは鈍感なのか、それとも神経がおかしいのか、刺さってることに今も全く気づいてないようなんですよね。だから何度でも同じようにブーメランを投げてはまた帰ってきて自分に突き刺さってしまう。これをこのように繰り返してしまっているんですよね。で、こちらがこれまで野党に帰ってきたブーメランのほんの一部になります。一部でこんなあるんですか？ダメだこりゃ。